こんにちは。カナダ在住の山田です。GoFundMe 寄付9億円没収ということで話をしていきたいと思います。はい、今日2本目の動画では、ロシア疑惑のサイドストーリーやるっていうふうに皆さんにお伝えしましたが、すみません、もうそれは明日に回したいと思います。はい、ちょっとひどいニュースが出てきました。今ちょっと取り直し、これで6回目、7回目ぐらいなんですね。途中でね、もうさっきから本当に悪口が止まらなくなっちゃいまして、はい、何回も取り直しをしてます。今度こそは悪口とかなしで、しっかり、皆さんに状況を伝えれたらなっていうふうに思いますので、頑張りたいと思います。はい。GoFundMe 通じて約10億円の寄付がフリーダムコンボイに集まってた。これ皆さんにお伝えした通りです。で、その寄付金も政府からの圧力と思われるんですが、凍結されてたんですよね。で、それがつい先ほどなんですが、完全に削除されました。で、削除の理由を運営側は平和的な抗議活動を我々はサポートするが、フリーダムコンボイが今オタワの街を違法に占拠しているというふうに言ってるんですね。で、この違法に占拠っていう言い方、全く同じ表現今日オンタリオ州知事言ってましたし、あと警察長官もなんか似てのこと言ってましたよね。なんかいろいろ通ずるところがあるなっていうふうに思うんですが、まあそれを横に置いといて、まあとりあえずこんなことを言ってるわけなんですよ。で、法執行機関から選挙、暴力、違法行為の証拠を得たため、規約違反としてページを削除したっていうふうに言ってるんですが、じゃあさ、お前たち2年前、BLM で暴れ回った連中たち、どんだけ釈放するために金集めたんだよって思っちゃうんですが、まあ彼らはね、そういうところは気にしないんでしょうね。本当にダブした気持ち悪いなっていうふうに思うんですが、はい。まあ、そういうのもあったとしても、まあフリーダムコンボイにこれ以上寄付が集まらないっていうのは、まあそれはね、まあ100歩譲って別にいいですよ。もうこれ以上いらないから。なんですが、問題なのが、その集まった10億円の寄付金の取り扱いなんですね。1億円はすでに主催者に支払われています。なんですが、残りの9億円は GoFundMe が没収するっていうことなんですよ。で、これ彼らが利益として上げるっていうわけではなくて、一応ね、発表では、主催者と協力しっていうね、一応前置きをした上で、GoFundMe が承認した信頼のおける慈善団体に寄付するって言ってるんですよ。もうこんなん絶対さ、もうなんかその信頼のおける慈善団体とやらがわらわらロビー活動に来るのは目に見えてますよね。で、まあ、このあたりを本当に透明性を持って発表してくれるかどうかっていうところも、まあ、一つの注目点なんですが、まず一つね、前提として、元から大部分の寄付金っていうのは退役軍人の支援団体などに支払われるってこと決まってました。で、1億円主催者に支払われてるんですが、正直そんだけあればもう十分なんですよ。なので、トラックドライバーたちが今回のこの GoFundMe の動きによって困るっていうことは、もうほぼほぼないわけなんですね。なので、現実として、影響があるかって言われたらそれはないので、そこはいいんですよ。なんですが、問題なのはそうじゃないんですよね。この9億円って単なる残りのお金っていうわけじゃないんですよ。まず、この GoFundMe がお金の使い道に関与することを寄付した人たちって望んでるはずではないんですよね。僕は全く望んでいません。で、さらに言うとこの9億円っていうのは単なる残ったお金じゃなくて、人々の思いが詰まったものなわけなんですよね。約2年間にわたって政府からずっと自由を奪われ続けて、それでも我慢し続けてた人たちが、もう今ついに立ち上がったわけなんですよね。で、その立ち上がってくれた人たちに感謝と、あと応援の意味を込めてこんだけのお金が集まったわけじゃないですか。で、それを、なんか、単なる残ってるお金っていう風な捉え方されるのは僕はちょっと嫌だなっていう風に思うところがあるんですね。はい。で、一応ですね、もうこれ自動返金その筋のはずなんですが、申請しないと返金を受けられないっていうことなんですね。一応コメント欄のところに申請のフォーム貼っときますね。なんかコメントでね、何人かもすでに、ね、寄付されたって方いらっしゃったと思いますが、一応、返金して欲しかったらそちらから申請してください。僕はもう即しました。はい。GoFundMe のその信頼のおける慈善団体とか知るかっていう話なので、そんなところに送るぐらいだったらまた違うところで寄付するわっていう話なので、即、申請しました。はい。で、一応ね、その一つ気になるところがですね、寄付者がね、その手数料としてどんだけ GoFundMe にあげるかみたいなところって決めれるんですよね。で、それが、そこも返還されるかどうかが不明なわけなんですよ。で、もし仮にこれ手数料戻ってこなかったら、まあ、手数料って取られるもんで当たり前だって思われるかもしれませんが、でも今回のやり口って、僕もこれ詐欺にしか見えないわけなんですよね。まあ、なんでもし集団訴訟とか起きたら本当にね、そんな大した金額じゃないので、訴訟するまでもないんですが、ただただね、ギリが、なんか筋が取ってないだろうと僕思っちゃうので、まあ、これはね、もし集団訴訟起きたらね、自分の金払ってでもいいから参加したいなっていうふうに思ってます。はい。
まあ、とりあえずこんな感じで今、GoFundMe っていうのが、合法的に金を奪いに来てるっていうところがあるわけなんですね。はい。で、代わりにですね、GiveSendGo が今動いてるっていうことです。これもね、GoFundMe と同じぐらい規模のでかい、そういう寄付サイトなんですが、ここね、多分安心して大丈夫だと思います。フリーダムコンボイ支持を表明したと、受け取っていいような行動があるんですね。これ昨日なんですが、昨日ポソさんっていうね、そのアメリカの保守系の人が、フリーダムコンボイがその強制的に返金してるって話昨日したじゃないですか。あの話が出た時に、もしそれが本当なら、フリーダムコンボイはすぐにでもギブセンドゴーに、そのアカウント作るべきだっていうふうに呟いてたんですよね。で、それをギブセンドゴーがリツイートしてるんですよ。で、さらに言うと、もうすでに寄付が、寄付サイトっていうんですか、それが立ち上げられているんですね。まあ、なので、まあ、これ本物かどうか僕ちょっとまだミスターメールことできてませんので、寄付はまだやってませんが、とりあえず、かなり前向きに動いてくれてるところがあるようなので、まあ、ちゃんと受け皿はまだ残ってるっていうところがあるわけなんですね。はい。で、ちなみにギブセンドをね、まあ、繋いだ人もわかると思いますが、めちゃくちゃ重たいですよね。僕はね、30分くらい前に繋いだ時、もう重くて全然進まなくて、で、その後見たらもう完全にサイトダウンしちゃってましたね。はい。多分今めちゃくちゃ人々がね、アクセスしてるんだと思うんですが、まあ、こっちで次はやりくりするというところになるのかなというふうに思います。もうすでに、これ何万だ ?500 万かな ?500 万集まってますね。すごい金額だな。はい。まあ、すでにこんな感じで集まり始めています。はい。で、まあ、ここからは完全に僕の単なる、独断と偏見の話をし始めるんですが、キャンセルカルチャーは僕嫌いです。なんですが、今回のケースを持って GoFundMe は二度と使わないかなっていうふうに思いました。はい。まあ皆さん使うかどうかは皆さんのご自由なので好きにしてくださいって話なんですが、僕はもう使いません。はい。で、あとはね、この約2年にわたって政府に踊らされ続けてる連中はもうほんと敵間違えちゃダメなんですよね。誰のために戦ってくれてるのかっていうところも考えてほしいと思いますし、本当に今の政府が取っている規制っていうものが意味があるのか、合理的な理由があるのかどうかっていうところを本当に考えてほしいんですよね。で、そこを考えることできなければ彼らの自由とか権利っていうのは奪われ続ける一方だと思いますから、まあ、後で後悔しても遅いぞみたいなところになってるわけなんですよね。はい。で、あとはまあ、腰抜けトルドーね、本当にいい加減コソコソしてねえで国民の前姿出せやっていう話ですよね。あの野郎本当に裏でコソコソ金取りやがって、あと警察使う上で軍隊を動かす、ふざけんなって話ですよね。なんか今日もなんかツイッターでなんかロシアの関して話しましたって言ってましたが、もういいよロシアなんかお前たちのこと全然相手にしてねえからって話なんですよね。そんなこといいから国内に目を向けろバカ野郎っていう話なんですが、はい、ちょっと止まらなくなりそうなんで、ここで一回止めたいと思います。はい。というような形で、とりあえずまたね、ひどいことになってきました。さっき一本目の動画で、オーストラリアの警察の方々がね、暴力振るってる人が多くて、なんかね、まだカナダマシかなみたいな話しましたが、うん。よっぽど立ち悪いかもしれませんね、こっちの方がね。はい。っていうふうに思ってきました。はい。まあ、とにかくですね、今回のこの一件ありますが、明日大規模な抗議がまだありますから、それでさあ、政治家たちがどうやって動いてくれるかっていうところですね。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後はデブちゃんも怒ってるぜっていうことでね、まだね、細かった時のね、デブちゃん3連発でお別れをしたいと思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。